ですね、地デジのコピー制御とネットワーク活用についてということでお話をさせていただこうと思います。皆様はですね、主に業務で使っていらっしゃる方々が、多いとお伺いしておりますので、普通の一般のユーザーの方とはちょっと違うかなというふうに思います。というのはやはり業務でお使いになる場合はですね、録画してそれが、見られればいいというだけにはとどまっていないのかなと。録画した番組を何らかの形でコピーして外へ持ち出してそれを死者へ送るですとか、いろんな形で共有をされて運用をされていると思いますので、それが地上デジタルオンリーになった場合にどのように運用が変わっていくのかということをですね、ちょっとお話をさせていただければと思います。まず簡単なところからちょっとおさらいを始めますけれども、デジタル放送で何が変わるのかというと、まず第1番目、アンテナ線が変わります。これまではアナログ放送を、スパイダーへ突っ込んでいたわけですけれども、これからはデジタル放送を、スパイダーに接続していただくことになります。でこれはですね、何が、必要かというと、まずアンテナの変更が必要になりますね。すでにデジタル放送が受信されている環境の方は、そのままつないでいただければいいんですけれども、例えば共同のビルに入っていて、そのビルの回線で受信をされている、いらっしゃるという方はですね、ビルのメンテナンスがどうなっているかという状況の確認が必要になります。それから、電波で受信されていなくてケーブルテレビとかの有線で、テレビを視聴されていらっしゃるところもあろうかと思います。その場合はですね、デジタル放送の伝送方式でパススルーという伝送方式でございます。これはいわゆる、例えば電波の3チャンネルはケーブルテレビも同じ3チャンネルですよというようにですね、チャンネルが同じように伝送していくという、そういう方式なんですけども、そのパススルー伝送であるかどうかということをまず確認をいただきたいと思います。それからデジタル放送であれば当然ハイビジョン化するっていうところが一番のメリットでございますので、ハイビジョン対応のテレビが必要になります。これ PC のモニターでもですね、一部見られるものもありますけれども、それにはいろいろ条件がありますので、一番簡単なのは地デジ対応のテレビをご用意いただくというのが一番簡単そして、一番ここが問題になるところでございます。コピー制御というのがあります。デジタル放送になると、コンテンツ保護のためにさまざまなコピー制御がありまして、ここが一番使い勝手が変わるところなんですね。で、平たく言えばですね、著作権保護のために、簡単にコピーできなくなっています。これは番組をですね、例えば不法にネットへ流すとか、そういった海賊行為を防止するためにですね、いろんな企画が入っているんですけども、これまでは指摘複製の範囲としてアナログ放送だと、簡単にできていたコピー行為がデジタルになるとできなくなっていきますので、そのあたりを中心にではお話を進めていきましょう。まずコピーのルールに関してまとめてお話をさせていただきます。デジタル放送になりますと、ダビング10というルールがありますので、そちらを運用していただくということになります。ダビング10というのは、一つの番組からメディアが、10枚まで作れますよというルールです。で、ここに書いてあるんですけども、ただし最後の1枚はムーブ、これ最後の1枚ですね、ムーブということになります。で、ムーブって何ぞやということになりますと、コピーとムーブは何が違うかということですね。コピーというのは同じものが増えていくわけです。元は残ります。で、ムーブというのは、元がなくなって移動します。これがムーブです。コピーは増える、ムーブは数は増えない、移動するだけです。そこが違いですね。ですから前の図でいくと、こちらの9枚はコピーです。オリジナルのデータ残ったまま複製が作られてますけども、一番最後の10枚目だけは元の映像がなくなってこちらへ移動します。これがダビング10の最後の10枚目のルールで、これまでとは異なるところですね。はい、それからメディアの複製ということに移りますけれども、デジタル放送になりますとメディア同士のコピーというのは基本的にはできなくなります。これまで1枚
スパイなんて書き出せば、あとはそれをパソコンなどでコピーして支社へ送るとかいった運用もされているところもあろうかと思いますけれども、今後はそれができなくなりますので、ご注意ください。ただし例外があります。これブルーレイを使った時だけの新ルールがあります。こちらはですね、今 この図からは何を表しているかというと、まずこちらがですね、まあ、スパイダーのどっかから1枚こうコピーしたみたいですね。でそれから、レコーダー、これブルーレイのレコーダーなんですけども、そちらの方へ、ここからムーブができます。コピーじゃなくてムーブですから、このメディアの中は読めなくなります。でこうムーブした後、またそこから別のメディアへまたムーブできます。ムーブですからこっちじゃなくなります。こう番組はだからこの間のレコーダーを通してここからここへ移動するわけですね。そういうことができるようになります。でこれ何のメリットがあるかというと、こんなメリットがあります。例えば番組を長い時間かけてアーカイブしていたと、でメディアがまあバラバラなところに存在しちゃうよということになるわけですが、これをまあ一つのテーマで一枚にまとめておきたいよねというようなことが発生した場合は、例えば4つの番組4枚のメディアにバラバラに入っていたものを、まず一旦一つのレコーダーへ向かってムーブをしていただきまして、その4つをまとめて一つのメディアの方へまとめるということができるようになります。これは、この機能を使うためには、こういったブルーレイメディアからの書き戻しという機能に対応したレコーダーが必要になります。今のところまだどれでもできるというわけではありませんね。ごく一部の機種に限られますが、おそらく来年以降発売されるレコーダーは、まあ、まあ多くが対応してくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、では次にメディアのルールというのをまとめてご紹介をしていきます。まず DVD メディア、これまでですね、アナログ放送の場合は、まあ、大抵の DVD メディアには書き込めたわけですけれども、デジタル放送になるとちょっとまたルールが違ってきます。CDRM という規格に対応した、メディアじゃないとコピーができなくなります。CDRM というのは、コンテントプロテクションフォーレコーダブルメディアという、まあ、名前なんですけども、略して CDRM というわけですね。今こちらへ、まあ、サンプルで、DVD のメディアを、まあ、用意してきたんですけれども、こちらにCPRM っていうロゴがありますね。このロゴが書かれているやつじゃないとデジタル放送では使えないです。でよくまああの DVD のデータを保存するためにですね、あの50枚セットとかで筒状にこうガバッと売られているようなあのメディアが秋葉原とかで売られてますけども、そういうノーブランド品の場合はですね、 CPRM に対応しているかどうかを、まあ、よく確認してください。あのパソコンのデータ保存用として未だにその CPRM に対応していないメディアっていうのも結構数流通してますので、大量に購入される場合はぜひこの CPRM という名前を覚えてください。でもう一つちょっとややこしい話がありまして、録画用って書いたメディアも売られてるんですね。 CPRM って書いてないんですけど録画用って書いてあるメディアがあります。これは何かっていうと、録画保証金が入ってるかどうかっていうことによって、録画用とデータ用というのは異なる場合があります。ですから、録画用と書かれていても CPRM っていう文字がない場合はデジタル放送では使えないことになりますので、こちらもよく注意してください。さて今回のスパイダーはですね、本体に SD カードスロットを備えています。で SD カードに番組を、保存できるようになります。でこの SD カードもですね、同じく DVD と同じように CPRM に対応して、DVD を焼くときと同じように、9枚までコピーできて最後の1枚はムーブというルールになります。で、メディア間同士の コピーやムーブは同じく禁止になります。で SD カードも同じく CPRM に対応している必要がありますが、 SD カードっていうのはですね、今もう大抵の売られているもの、市販のものはほとんどもう CPRM に対応してます。もう出どころがわからないようなあの
なんか部長が中国に行って安いからって買ってきたんだけどみたいな、なんかよくわからないようなメディアじゃない限りは大抵大丈夫ですから、日本で売られているものはほとんど大丈夫です。でこれはもともと何のためにこの機能があるかっていうと、実はですねテレビ番組を録画してそれをですね、まあ、コンシューマーの世界なんですけども、携帯電話で楽しみたいよというようなためにできた企画を利用をします。ですから、主にはですねマイクロ SD といってこのでっかい SD カードじゃなくてこれの4分の1ぐらいのサイズのちっちゃい SD カードがあるんですけども、コンシューマーではよくそれに、まあ、番組を移動して、携帯電話で、まあ、見るというようなソリューションで、まあ、活用されているというような機能ですね。でここで1点ご注意がありまして、SD カードに番組をコピーやムーブする場合、ハイビジョン画質から、スタンダードデフィニション画質になります。ハイビジョンじゃなくて従来のアナログ放送と同じぐらいの解像度の、解像度に、まあ、落ちるわけですね。でこれは何でそうなるかというと、まだハイビジョンのままで、番組をコピーしたりムーブしたりっていう企画がまだできてないからなんですね。おそらく来年以降ハイビジョンの企画ができるんじゃないかというふうに言われておりますので、来年、まあ、何月になるかちょっとはっきりは分かりませんけれども、来年以降はハイビジョンのままでコピーやムーブができるようになるようです。さあでは、次にですね地デジの録画番組を見るということに、まあ、フォーカスしてお話をしましょう。一番簡単なのは、スパイダープロに、地上デジタル放送対応のテレビを直結してそのまま見ると、これ今のスパイダーの視聴の仕方と同じですね。スパイダーとテレビを直結して見るというのが、まあ、一番簡単な方法です。でそれ以外にも、今回は見る方法をたくさん用意されています。ではまず、DVD メディアに書き出しましたよと。でそのメディアを、どうやって見るのかという時にですね、今現状液晶が一緒になっているノートパソコンっぽい形の、まあ、パタッと折りたためる DVD プレイヤーで、ご覧になっているという事業部の方もいらっしゃるかと思いますけども、こちらもですね、古い DVD プレイヤーだと対応できてないものもあるかもしれません。そのキーワードもですね同じく CPRM です。もともとこのメディアは地上デジタルの場合 CPRM で書かれてますので、それに対応した DVD プレイヤーじゃないと再生できないです。で再生できてるか再生できてないかの違いをどうやって見分けるかっていうと、CPRM に対応していない DVD プレイヤーっていうのは、このプレイヤーは対応してませんよ、まあ、書いてないので今現状対応してない機種をお持ちの方は調べようがないんです。でメディアを入れてみて再生できるかどうかやってみてできなかったらダメというようなですね、まあ、シンプルな形で判別するしかないというのが現状ですね。対応プレイヤーの場合は、大抵 CPRM 対応というふうに書いてありますので、お帰りになってマニュアルやパッケージなどでちょっとご確認をいただければというふうに思います。でもう一つですねここにちょっと気になる言葉がありまして、 DVDVR 対応というのが書いてありますけれども、こちらの方はですね、実はあまり気にする必要はありません。なぜならば、CPRM に対応している DVD プレイヤーは大抵 DVDVR に対応しているからなんですね。こことここはもうほとんど対応状況はイコールだと考えていただければいいと思います。ですから、まあ、CPRM という言葉をちょっと注意していただければというふうに思います。さあ続きまして、パソコンでディスクを再生する。ここもちょっとですね、いろいろややこしい話があります。まずパソコンの方なんですけれども、まあ、メディアは当然入れますよね。でその時にですね、COPP、これまあ通称コップと呼んでますけれども、これに対応しているパソコンじゃないと、まず再生ができません。これは何かというとですね、まあ、不正にこうデジタル放送をコピーしたいと思う方はですね、大体あのパソコンの出力端子を使ってそこからレコーダーなどをつないで映像をコピーしようと試みます。でそういう時にですね、正規の、グラフィックスカードのドライバーを使っていれば、当然コピープロテクションかかってますのでコピーできないんですけども、あえてその違法なドライバーを入れてですね、
コピープロテクトを外した信号を、パソコンから出力をさせようというような試みがあるわけですけども、コップっていうのは、まあ、そういった違法なドライバーが入れられないようにするという企画ですね。これはほとんど初耳の方多いと思うんですけども、こういう企画があります。で次にですね、CPRM 対応再生ソフトというのが必要になります。これ何かというと、いわゆる DVD プレイヤーソフトというのがありますよね。パワー DVD とかいろんな名前のやつがあって、まあ、立ち上げるとその DVD のリモコン画面みたいなやつが下に出てこう操作するというような、いわゆる DVD の再生専用ソフトが必要になるわけですが、その中でもですね、CPRM っていうそのコンテンツ保護技術に対応ができているソフトウェアが必要になります。ですからちょっとバージョンの古いソフトをそのまま使っているよというような方はですね、アップグレードなどを検討された方がいいかもしれません。さあ、そして実はモニターのですね、実は規格が変わってまいります。HDCP という規格に対応したパソコンのディスプレイモニターが必要になります。で、これはですね、新しいから HDCP に対応しているっていうふうにあんまり関係なくてですね、対応してないのは対応してないですし、対応しているやつは古くから対応しているというような状況です。おそらく業務で使われているパソコンでですね、将来的にこれで地上デジタル放送を見ようとかっていうことはあんまり考えずに導入をされているはずなので、今お手持ちのモニターが対応しているかどうかっていうのはちょっとまずお分かりにならないケースが多いと思うんですけども、IO データさんっていう、まあ、PC の周辺機器を作ってらっしゃるメーカーさんがですね、デジタル放送をの番組を再生するときに、一体どの条件が NG で再生できないのかっていったことを判別するソフトっていうのをですね、サイト上で無償で、配っていらっしゃいますので、そちらの方で、を動かしていただくと、再生できない原因というのを突き止めることができます。でこちらは後で、まあ、BTP の方から、ご案内をさせていただくということになっておりますので、ぜひ BTP からの情報にご注目をください。さて、これはいわゆるデスクトップパソコンの場合を想定しました。つまりモニターが外側にあるという状況ですね。で多くの方は、ノートパソコンをお使いだと思います。でノートパソコンの場合はですね、状況が非常に簡単です。なぜならば本体とディスプレイが内部で直結しているので、ディスプレイのアウトから割り込んで違法にコピーするということはほとんど考えられないので、もう内部的にこの部分が直結されています。ですから、ほとんどの新しめのノートパソコンはですね、 HDCP の対応のディスプレイになっていますし、コップにも対応しています。あとはその DVD の再生ソフトがあれば再生することができます。さてここでですね、一つ難題がありまして、会社等でですね、今まで運用されていらっしゃる方は、プロジェクターを使いのところは結構あるかと思います。会議室の天井からこう備え付けでずっとあるよというようなものですね。で地上デジタル放送をプロジェクターで投影するのは実は結構大変で、これですね、 HDCP っていう規格にプロジェクターが対応してないと地デジのディスプレイが表示ができないです。で今本日使っているプロジェクターは、先ほどスパイダーのデモやりましたけれども、地デジ放送も映ってますよね。でこれは、HDCP に対応しているプロジェクターだからできるわけですね。で主にパソコン用とかとして売られているような、プロジェクターだと、放送を上映するということを想定してませんので、 HDCP に対応していないケースはかなりあると思います。これまでアナログ放送を、まあ、プロジェクターで上映して会議などでお使いになっていらっしゃったところはですね、ぜひ、プロジェクターの性能をもう一度お確認を願えればと思います。続きまして、ネットワークで視聴するということができるようになります。これまでスパイダーでテレビ番組を見るときは、スパイダーの前に行ってスパイダーにつながっているテレビの前で、まあ、再生していたと思うんですけども、これからはですね、ネットワーク越しに自席で、番組を見ることができるようになります。でそれにはですね、DLNA という、アライアンスがあるんですけども、そちらに対応した再生ソフトが必要になります。でこの再生ソフトを入れれば、
ネットワーク経由で視聴できるわけですね。で、これ DTCPIP と書いてありますが、これはですね、映像信号を暗号化してネットワークに流すための企画です。で、これはですね、DLNA というのは主にですね、ホームネットワークで、テレビ番組を運用しようというふうに、まあ、策定された、企画ですので、あんまりそのビジネス用途でっていうことは想定ほど深くは想定してないんですね。で、これ何が問題かというと、実はこの間にですね、ルーターがたくさん入ってると、それホームネットワークじゃないと判断するので、見られない時も可能性はあります。普通ホームネットワークというのは間に、まあ、1個センターに、まあ、ルーターがあって、その1つのルーター、まあ、もしくは2つのルーターぐらいで運用していると思うんですけども、DLNA はですね、確か2つでしたっけ、ルーター 2つぐらいまでルーターまたげるんですけど、2つ以上のルーターが入っているとそれはホームネットワークじゃないと判断しますので見られなくなります。ですから事業部によってはですね、スパイダーが置いてある場所から結構遠いと、で、ルーターが多分3つぐらい入ってるっていうふうになると、そこの事業部からは見られない可能性があります。さて次です。スパイダープロから映像を光メディアに書く場合、実は今回のスパイダープロ、地デジ版のスパイダープロにはですね、DVD とかブルーレイの、ドライブがありません。 SD カードスロットしかありません。ですから、これまで光メディアを使って番組を配布あるいはライブラリー化されていらっしゃった方は、ここにありますね、ネットダビングという機能に対応した、ブルーレイなり DVD なりのレコーダーが必要になります。で、こちらとスパイダープロをネットワークで接続していただきまして、ネットワーク経由で光メディアで書き出すということが必要になります。で、現在ですね、これネットダビング機能っていうのに対応したレコーダーっていうのはまだそんなに多くありません。まだ限られたメーカーさんしか作っておりませんので、このあたりはですね、PTP の方で動作検証を行いまして、推奨機器っていうのをリストアップするということですので、光メディアで運用を考えていらっしゃる方はこちらもまた PTP のからの情報に、ご注目をください。正直申し上げます と、既存で今お持ちのレコーダーは多分ほとんどダメだと思います。さて次にですね、ネットワーク経由で番組を保存あるいは視聴するという方法をちょっとまとめました。ここにありますのが、いわゆる NAS と呼ばれているやつですね。ネットワークアタッチとストレージという、そのネットワーク上に接続すると、そこが、まあハードディスク代わりになるというような製品があるんですけども、そちらの中で、ネットダビングに対応しているというものが、一部のメーカーさんで作っております。これはその地デジの放送なんかを、まあ、NAS で貯めておいたら便利だよねというような用途で開発をされたものなんですけども、そちらのものをお使いになると、スパイダープロの中の映像をこちら側へ、コピーすることができます。で、そしてそのコピーした映像をですね、DLNA 対応の、まあ、ネットワーク対応のテレビなどをつなぎますと、ネットワーク経由でテレビで視聴することができるようになります。あるいはここはパソコンに入れ替えてもいいんですけれども、まあ、テレビでネットワーク経由で見られるというところが結構メリットがあるかなというふうに思いますので、こういった運用の仕方もありますということですね。こちらの方も、まあ大変、便利なソリューションですのでご検討をいただければと思います。さてまとめますとですね、まあ、一番デジタル視聴で簡単なのは地デジが見られる、テレビを用意する、まあ、それが一番簡単なわけですね。ただそれ以外にもいろいろ方法がありますので、便利にお使いいただけるはずだということでございますが、実際はですね、今までこう用語を説明してまいりましたけれども、もうえらいことになってるわけですね。デジタル放送のコピーコントロールっていうのは
で、まあ、これらのですね、まあ、デジタル放送の、まあ、コピーあるいは運用に関わる技術仕様というのはアライブという団体が決めております。アライブってここですね、アライブという団体が決めておりまして、まあ、ここは主にそのデジタル放送の電波の運用基準などを決めておるんですが、まあ、そこが家庭内のコピーや映像配信といったことも、まあ、仕様を決めているということなわけですね。で、そのデジタル放送というのはそもそも2000年ぐらいから BS の方から先に始まったわけですけども、そのあたりからまあ徐々にですね、著作権の侵害に対するまあ多くの規格をまあちょっとずつ盛り込んでいったわけですね。ただその時にはですね、まだその消費者の、まあ、私どもみんな使う方は消費者なわけですけど、消費者の利便性とかですね、あるいはその便益みたいなことをまあ、その議論できる余地っていうのはほとんどなくてですね、業界の方でどんどん決めていってですね、最初はまあちょっとずつ入れてきたわけですけど、いざアナログが停止してデジタルオンリーになるとですね、まあこれだけのことを全部クリアしないと運用ができないと、まあ、いうことになっていったわけですね。で、今会場を見渡しますとですね、大体気持ちいい感じでお休みになってらっしゃる方も結構いらっしゃるわけですけど、大体こういう話をするとですね、難しくてついていけないので、会場の1割ぐらいの方は大体脱落していく、そういうもんなんですよ。でもですね、全部を覚えろという気は毛頭私の方もございませんので、まあ、要するに簡単にならないとおかしいよねと。皆さん業務でお使いといってもですね、まあ、著作権侵害をまあ蔓延して、正しいなんかこう映像コンテンツ文化の破壊を目指すみたいな悪の秘密結社みたいな方はいらっしゃらないと思うんで、適切な運用をしたいだけなのに、まあ、これだけのことをクリアしないと運用ができないということにまあ今なってるわけですね。で、多分デジタル放送になると、失礼しました、デジタル放送になると、デジタル放送だけになりますと、まあ、こういったコピープロテクションみたいなコンテンツ保護技術を外すためのハードウェアみたいなものがおそらく出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、そういうものをですね、まあ、保護技術を破ってしまうと運用は途端に簡単になっちゃうわけですけども、でそういうことをするとですね、皆さん企業でやられてますので、まあ、コンプライアンス的に非常に重大な著作権侵害で違法になりますので、ぜひですね、ルールを守って運用をしていただければと思います。どうせやるならですね、そもそもこういうのって法律じゃないんですよ、運用規定なので、いわゆるルールなんですね。で、ルールですから議論をして当然変えるという議論、もっと規制を緩和すべきという議論というのは当然あり得ると思いますので、企業で業務で運用されている場合もですね、まあ、運用上不便だという声を上げていただくと、妥当なルールの変更の議論というのがまあ高まっていくのかなというふうに考えますので、ぜひですね、妥当なルール変更の議論が起こりましたら、まあ、声を上げて参加をしていただければもっと楽に運用できるようになるかなというふうに思います。さて、最後にですね、スパイダープロをお勧めする理由としてはですね、あれだけの大変な企画を、まあ、全部クリアして著作権法の上の、コピー制御も全部クリアした上で、これだけ運用できる、 SD カードにもできます、ブルーレイにもできます、ネットワークで視聴もできます、 NAS にもコピーできます、そういうのもですね、全部クリアしています。で、これ大変な作業、対応するには大変な作業なわけですけども、それ全部乗り越えて、こうハードルを乗り越えてですね、この使い勝手の良さ、そして、1時間丸ごと8チャンネル録画を実現している機材でございます。ですので、大変便利、そして仕組みが分からなくても構いません、PTP のサービスマンが、まあ、女性の方もいますが、御社を伺いして、一件一件こういう運用に対してのご相談を受けたまわりますので、ぜひ安心してスパイダープロチデジ版の方への乗り換えをご検討いただければというふうに思います。本日は私の講演は以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。